アミちゃんが遊びに来ました。こんにちは皆さん。甲子園行けなかったからこれ見てます。なんで行けなかったんですか。わ、フォローしました、ありがとうございます。やったー、今日は椅子ありなのね。そうなんです、いつもは背もたれがない椅子に座ってやってるんですけど、今日は劇場じゃないので、いい椅子がありました。ロシアからご挨拶、すごい、こんにちは、すげえ、ありがとうございます。やった、自主練は一旦休憩ですね。そうです、休憩です。フォロワー3000人と達成、ありがとうございます。やった、ありがとうございます。やったね、ゆきなちゃんの服装好き。嬉しい。でもほぼ黒しか着てなくないですか。お家ですか。お家じゃないですよ、レッスン場です。ゆきなめちゃくちゃ可愛い、私の妹と同い年やとは思えない。みーそんな、そんな嬉しいお言葉、ありがとうございます。髪の毛分けておでこ出してるの初めて見ました。目に焼き付けてください。たまにしかしないので。坂田としおんさんは南海公園7月いっぱいだってね。そうなんです、そうなんです、寂しい、寂しいよ。あれなんですよ、南海公園始まってからずっと、これからもずっと一緒に公演で続けられると思ってやってきてたんですが、そんなこともなかったみたいです。まあ出れる、あと何回や、2回3回、分からんけどぐらいは一緒に出れそうなので、今一緒に出れる時間を貴重に過ごしてやりたいと思います。自主練でもメイクするのします、します。メイクしないと気分が上がらなくて、なので毎日メイクしてます。毎日出かけるときはそうです、メイクしてます。自主練誰としてるの。自主練は一人で来てたんですけど、あの途中からミヒナ、松本みひなちゃんと
坂本梨沙ちゃんと来ました。ポジション争いまた始まるのか。そうなんですか、そうなるんですかね。争い事はそんなに好きじゃないんですけどね。周年コンサートで昇格発表あるかな。どうなんですかね。そういうなんかデデン系はもうほんまに知らされずにドーンってくるんで、もうめちゃめちゃびっくりするんですよね。どうなんですかね。でも夏コンから2ヶ月しか開かないじゃないですか。だからどうなんかなっていうところもあるけど、でも雪乃の頑張り次第で変わってくると思うので、できることはやります。危な。雪乃がまたぎで出ればそのことやもん。そうですね、雪乃は今またぎで全チーム制覇することが目標なので、Nもチーム N さんもまたぎ出たいです。またぎ出演したいです。あれ、坂本梨沙ちゃんまで聞きました。あと、いったん使った。福野亜美ちゃんもいます。中学生だけ、いや、8期はその亜美と梨沙とみひなだけなんですけど、先輩方はゆなさんがさっきおられました。でもお出かけしはりに行きました。で、さっきしんしんさんが来られました。あと若菜さんも来ました。でも今はどうかわからないです。坂田んぽじが開くなら雪乃頼むわ。そうな、雪乃もね、雪乃もやりたいですよ。センターやりたいです。任せていただきたいんですけど、そう簡単にはいかないんですよ。でも雪乃もセンターできるように、センター立てるように頑張ります。今回周年早いね。ですよね。なんか去年いつや、11月ぐらいでした。 10月11月ぐらいでしたよね。雪乃も思いました。めっちゃ早いなって。で、電話心臓に悪い。いや、ほんまに寿命が縮まる。心臓に悪いです、ほんとに。昇格は誰が決めるの。知らないですよ、知らないです。そんな雪乃も聞きたいです。
なんかコメントゆっくり読んでたら自動的に上に上がりました。一番上に。吸気性が入ってくると刺激になっていいと思うよ。吸気性どう思いますか。雪乃先輩ですよ。どうしましょう。本当にどうしましょう。ゆでんとちょっと待ってくださいはやめてほしい。いやーほんまにわかります。ほんまにわかります。そうなんですよね。めちゃめちゃしな心臓に悪いですね。怖い先輩になれますか。なれますか。優しい先輩ですか。優しくしたいです。優しい先輩になります。雪乃ちゃんは元旦で塩かけと勝手に思ってる。どうなんでしょう。もう雪乃も怖いですもん。でも一日でも早く昇格できるようにできることは全部やって努力は精一杯するので待っててください。年上に敬語使われるやつ。なんかなんか吸気性さんが入ってきたら多分雪のように年上の方も入ってくるじゃないですか。わからないですけど。でそれでなんか自分の方が年下やのに敬語使われるのがすごいなんか違和感やと思うんです。まだなんか使われたことないかわからへんけど。ほんとにでも雪乃先輩とか雪乃さんとか呼ばれてるでしょ。そんなことないですよ。いやほんまにそんなことないです。なんかあんまり何々先輩とか雪乃先輩とか雪乃さんとか雪乃ちゃんとか呼ばれたことがないので。雪乃ちゃんはあれかセレクション中に同期の8期生に言われてました。お披露目する前とかでもなんかね雪乃さんってなんかちょっと距離遠く感じません。でも田中さんが一番嫌ですけどね雪乃田中さんはなんか一番距離遠く感じるからせめて下の名前がいいなって感じやけど。でも呼び方は何でも大丈夫です。年上に敬語使われるし年上にタメ口やで。いやほんまにもうどうなってるんそれって思いません。もう吸気性さんがすでにおかしい。吸気性さんって言ってました。多分7期生さんとか呼ぶから 7.5 期生さんとか6期生さんとか言うからそれの癖で。年上の研究生と喋るの気まずいよね。でもどうなんですかね。気まずいのかな。まだ実際に年上の研究生は同期しかいないから後輩ってなってくるとまた違うんですかね。
気まずいかどうかは分からないです。ひきのちゃんは後輩にも敬語使いそう。使いそう。でもなんか先輩で敬語を使ってたら旧規制の方もあれじゃないですか、変に気使いそうじゃないですか。チェスに美咲さんっていうあやぴょん好き。チェスに、あー、確かに。なんかそれすらも変って思わないですもんね。もうあの規制の同い年組はまだ敬語、基本的には敬語なんですけど、でも最近は7期生さん、 7.5 期生さんは結構そのタメ口で喋ってみようかなっていうって思って喋る時もあります。なんか同い年っていう、同い年やからっていうわけじゃなくて、先輩が、先輩方7期生さん、7.5 期生さんにはちょっとタメ口で言ってみるっていう時もあります。なんか最近は増えました、結構前に比べると多分ですけど。ゆずずがラジオでゆきのちゃんにゆずって呼ばれて嬉しかったって言ってたね。そうなんです。なんか、そうですね、最近はおゆずって呼ぶことが多いです。呼び方変えたりすると結構距離縮まるかなって自分的には思って石田さんをゆうちゃんと呼べるようになったら一人前や。無理です。読めないです。ゆうみさんはもうゆうみさんって感じなんですもん。でもゆうみさんほんまに面白いです。面白いし可愛いしもうゆずは喋りやすいやろ。喋りやすいですね。お話ししやすいです。一度って一回呼んでみて。あかんあかん怒られる。麻生さんに持つとか。あ、でも桃香さんはたまにもっちゃんって呼んだりはします。いつも元気だけど夏ぼって防止対策とか何かしてますか。元気に見えますか。雪乃いつも眠たそうって言われるんで。なんか夏ぼって対策。水分いっぱい取るとか。わからないです。多分それしかしてないです。特別何かしてるっていうわけじゃないと思います。
昨日劇場でアキレス先生見かけたよ。そうなんですね。昨日アキレス先生いましたよ。公演見てくださってました。昨日の公演の飛行機雲の煽りで大阪弁出てたけどびっくりし、あ、出たけどびっくりしました。出てました。なんて言ったか覚えてない。もうなんか煽りで若干失敗したんですよね。なんか言っちゃうと、その言いたかった言葉が全部飛んで、なんか頭真っ白になって変な言葉しか出てこへんくて、なんかだから何言ったか覚えてないですもん。ピロピロの前ではピロピロよくやるの。よくやる。どうなんやろ。でもやったことないかもです。一緒にツーショット撮っていただくときとかはやったりするんですけど、普通にプライベート、普通にお話ししてるときにピロピロとかはやったことないです。あ、ほんまに、あ、ほんまにって言ってたんか。あー、なるほど。昇格したらしたい髪型あるの。ポニーテールしたいです。これです。あの、ゆきの先輩でめっちゃ好きな髪型を毎回してはる方がいて、それが佐田のはるかさんなんですけど、はるかさんってよくこの辺で高めのポニーテールして巻いてはるじゃないですか。その髪型めっちゃ好きなんですよ。ゆきの、あの女の子の可愛い、じゃ女の子の好きな髪型がポニーテールの髪の毛巻いてる髪型なんですよ。そうなんです。それがめっちゃ好きなんです。めちゃめちゃ好き。DMM で自分の出た公演とか見返したりはする。します、します、します。なんか自分のここあかんなとか、あ、先輩のここいいなとか見つけるためにやったりします。見たりします。たまにその自分のあかんなっていうところだけじゃなくて、あ、ここ工夫したのめっちゃいいやんっていうのもあります。ちょっと覚えてないんですけど。サイド間に合ってるよ。サイドね、サイド行くのも最近気に入り始めてきたんですけど。でもサイドポニーは昇格もしできてもしたいなとは思ってます。たまに。はるちゃんの高めのポニーテールは最高。ですよね、ですよね。分かってくれはる人がいた。最高、本当に最高。MC シオンさんへのツッコミが楽しかった。何言ったっけ、もう覚えてない。昨日の公演の DMM のアーカイブはまだ見れてないんですよ。ちょっと昨日バタバタしてて
今日も練習、ここ来てすぐ練習って感じだったんで、まだ見れてなくて。あ、うわ、なんやっけ、理解できひん、違う、意味わからん、意味わからんって言った気します。全体 MC かなんかで。すいません、ちょっと移動します。充電器を取ってきます。ちょっと移動します。すいません、すいません、失礼します。すいません、ちょっとだいぶ遠いところにカバンを置いてしまいまして、充電器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 、ちょっと移動がお疲れ様です。あ、あやぴょんだ。ちょ、今配信中やね。配信してんの、うん、バイバイ。あやぴょんもいました。ちょっと、いや、お疲れ様です。ゆなさんと出会いました。いや、ちょっと待って、ちょっと恥ずかしい、こんな。あ、え、ちょっと、いい、オッケー。すいません、お騒がせしました。充電できるんかな。いや、ごめんなさい。いけた？ちょっと一回だ。行きました。行きました。行きました。すいません、本当に。行きました。たまにはこういう配信もいいんじゃないですか。いい感じのジャージ。そうなんです、今日なんか、なんかね、横にラインが入ってるジャージを着てます。組の時間が多かった。もうどこ映したらいいか分からんから。これを、あ、すいません、コードがね、これをどうしたらいける、こう、どう、こうしたらいけた、あっしゃ。その格好のまま外へ買い物行きます。行きます、全然行きます。雪乃はあれなんですよね、どれなんですよね。もう言うこと決まってないのに話し始めるからこんなんなるんですよ。雪乃はレッスン着のまま外に出ることが多いです。練習しに来るってなった時、うん、
があってそこら辺に普通に出かけたりするんやね。するね、すんねや。どんなんやろ。でもたまに、たまに、たまにです別にでコンビニ行くとかない、行くのはないよね。ありますありますありますでもほんまに一瞬なので、行きます。全然ゆきのちゃんのこと公園で見るたび気になってしょ、仕方ない。うんうんうん、そのまま好きになってください。家でも部屋着、家でも部屋着で出かける派。部屋着では出かけないです。着替えます。南波駅のエスカレーターで地震とは、雪のもみたい雪のもみたいとか白組の実況でウーカもレイちゃんもダンスうまいってめっちゃやってくれてたの。いや本当にめちゃめちゃ嬉しかったのがあってちょっと思い出しただけでも嬉しさが舞い降りてくる。ちょっと日本語がおかしい。夏コンの白組の本番が終わってから衣装部屋、着替え部屋で着替えようとしてたんですよ。でそこにウーカさんがいたんです。でウーカさんに「ゆきのちゃんダンスすごかったで、めっちゃ目立ってたで」って言ってくださって、もうほんまに嬉しくて、それがもうウーカさんってなりましたいやほんまに嬉しかったです。なって兄さんいそう、兄さんいそう、一人っ子です。私は一人っ子です。一人っ子でございます。お遅刻した、まだやっててよかった。いつまでやろう。全然そんなの決めずに配信しちゃってるんですよね。あ、リサッヒーが来ました。すごいもん立ってるな。もうこれしか立てるもんなかった君も勝ちるかい。なっていいんですかそんなの。嬉しくて泣いちゃった。泣くっていうか、もう嬉しすぎて言葉が出てこなかったです。もうありがとうございますしか言えなかったです、その時。どうした？なんか白組の夏コンの本番が終わった時に着替え部屋、はい、着替え部屋あるやんか、そこで着替えようとしてたらウーカさんおってやんか、でウーカさんにその時になんか「ゆきのちゃんダンスすごかったよ」って言われて、ダンスめっちゃ目立ってたよって言われて、もうってなって、ウーカさんに言われることあると思って、優しい。多分そうと思う。
ね、また踊りたい。かっこよかった。ケイリさんセンター。ありがとう。BGM が流れております。ダンサブルメンバーに褒められるのは嬉しいよね。いやほんまに嬉しいです。マジで嬉しいです、あと、バイバイ。あとリハ期間にめちゃめちゃ嬉しいことがあって、もうなんか嬉しいことだらけなんですけど、そのダンスナンバー、ダンス選抜みたいに選んでいただけて、でその努力の雫っていう曲でまた新しい振り付けを作ってくださって、新しい振り付けを踊ったんです。ちょっと日本語がおかしいかな。そうなんです、努力の雫、もともと振り付けはあるんですけど、それじゃなくてもう一個新しい振りを作ってくださって、ダンサーさんが、ダンス先生がそれを踊ってたんですけど、そのリハしてる時に先輩方が、白組の先輩方が横で見てはって、でその時にかりんさんとマイティさんが2人並んでこう一緒に見てはったんですよ。で雪乃、かりんさんたちがここにおって、雪乃がここで踊ってたんですよね。めっちゃ近い距離で踊ってたんですよ。だからよう見える位置におって、でその時になんか雪乃、直接は聞いてないんですけど、ミヒーから聞いた情報なんですけど、あの雪乃ちゃんダンスすごいなっていうことを言ってくれはってて、もう泣きそうになりました本当に。でそれだけの話です。ダンスでの回転得意ですか？ダンスでの回転、得意じゃないです。待って、リサイヤホン置いててんねんけど。リサちゃん、イヤホン置いてってるよ。この配信見てるかな？見てなさそうやけど、一旦泣いとく。ほんまに、めっちゃ嬉しかった、ほんまに。12週連婚でダンス選抜あるで、ダンス選抜入りあるで、どうなんでしょう。何この体勢、どうなんでしょうね。でもあったら入りたいですね。雪乃のダンスはめっちゃ目がいくほどうまい。そんな、なんか、ありがとうございます本当に。直接じゃなく人から聞くと倍嬉しい。いや本当にそうなんですよ、めっちゃ嬉しかったです。そんなこと言ってくれてたみたいな。恋が芽生える。遊びなとか踊ってほしいな。踊りたいです、めっちゃ踊りたいです。雪の、何やったっけな、モバメかなんかで、あの踊りたい曲で Must Be Now を踊りたいって書いたんですよね。ほんまに踊りたいです。めっちゃ難しそうやけど、でも次12周年コンとか、そのもし元旦で今年の新春特別公演みたいな
あったら、あって、でそれの中でマストビーナー踊るって なったら、もうめっちゃ喜んで覚えます。めっちゃ喜んで覚えます、踊ります。元旦にその公演があるかは分からないんですが、かっこいい系の曲は本当に得意なので、得意と思ってるので、いつの日かジッパーを、ジッパーめっちゃなんか、すごくなかったですか、なんか、見た時、脱いじゃったみたいな。脱いじゃったけど、そんなありと思ったんですけど、いや、コンサートみたいに遠くから雪のダンス見たらレベルが違うわって思う。ほんまですか？嬉しい。雪のちゃんの初、あ、いった、股関節がポキって言ったよ。あ、ちょ、待って、あのさ、リサと会う？リサ、うん。さあ、イヤホン忘れてってんの。ん？イヤホン忘れてってんの。あ、置いとくわ。ありがとう。何で来たん？何しとんかな。ああ、メイクしてる。今日はした。で最近は自主練の時はしとる。ちょっとメイク濃くなったくない？うん、思った。よな。うん。思ったやかも。はい。よな。で口なんもやってないから。ちょっとおかしいことになった。マスクで見えへんからいいね。だね。やばいよ。あ。何やばいんだよ、なんかやばいんか、うん、今のね、映像見てたんで、うん、あかって、マジヘノヘノだね。今更やめて。あきら先生にもさ、うん、あー、ダサいんやろな言われてさ、あー、そんなひどいじゃないですかって、いや、全部ダサいね。死ぬ。あきら先生、怖の声。じゃあまだ DMM 見れてないね。多分映ってないと思う。ここなんだもん。じゃあ見とくわ、またさ、後でさ、教えてほしい。 OK OK、 バイバイ、 バイバイ。何の話したっけ。ちょっと待って、忘れてもった。あ、ゆきみちゃんのハチネスダンス見たかった。あの聞いてほしいんです。あの雪の、あの実は踊れるんですよ、ハチノスダンス。ちょっと彩子と話してるうちにコメントがすっごい、ちょっと一旦上に戻します。そうなんです、実は踊れるんですよ。あの夏コンでめっちゃ追い込まれてる時に、次の日なんか5曲ぐらいリハあって、でそのうちの4曲まだ覚えれてないとか、そんな時期、そう、その時にハチノスダンスのあの佐田のはるかさんが出てはったじゃないですか。そのはるかさんのアンダーに入ってって言われてて、なんでだよ。でもなんか踊ってる時はめちゃめちゃ楽しくて、雪の戻りたいねんけどってなりました。でも楽しかったです。あ、そうなんです、まこもハチノスのアンダー入ってって言われてて、マコも多分その時追い込まれてる時で、でも2曲ぐらいマコも振り起こしできてなくて、そうなんです。雪乃はなんか白組の曲2曲
違う3曲ぐらいと、あとバックダンサーの曲があったんですよ。なんか白組の全体曲2曲、バックダンサー1曲で、選抜のコンサートのバックダンサー1曲みたいな感じになってて、なんだってそんな急に言われるんですか。言われます。なんかいつ言われたっけな、ハチナスダンスのリハが明日あるってなって、それは決まってて、その前日かな、前日のお昼ぐらいに多分言われました。多分前日のどっかにも言われました。でも楽しかったです。楽しかったし、夏コンも無事に終われたので、オールオッケー。振り付けは動画を見て覚えるんですか。はい、覚えます。そうですね、基本はそうです。でも雪のハチノスダンスのアンダーで入ってって言われた時はほんまに時間がなさすぎて、美咲、坂田美咲ちゃん、8期生の坂田美咲に教えてもらいましたで、ポジション表とかも前日にもらって、もうそこで全部入れれるもんは入れて、そうなんです。で、次の日のリハ、ハチノスダンスのリハで一応振り入れはされしたんですけど、そうですね、先生からのダンスを教えていただいたんですけど、結構振りが変わったりとかもあるので、前日に入れれるものは全部ドーンってダンス覚えるの早いでしょ。そんなにですよ。どうなんですかね。あ、でもダンス、そんなに早くはないと思います。分かんないでもダンスっていうよりポジションを覚えるのはめっちゃ早いです。昨日移動のタイミングとかだから南海公演のチーム B2 の研究生公演なんですけど、ジボジが7番で、そっからアンダーとしてモモカさんポジ4番手を覚えるってなった時はめちゃめちゃ早かったです。ポジション表を1回じゃポジション表を見ながら、その立ち位置立って動画見ながらその踊ったらもう完成みたいな感じです。ポジションを覚えるのとかはめっちゃ早いと思います。にゃー、かわいい。ただいま。イヤホン、あ、アイペンに持っててもらったんや。もうやってた。じゃあもうリサ見たらイヤホンしか思い出さない。ちょっとこの状況を見せてあげたい。かわいい。え、映していい？え、これいい、いいか。いいかないけ、あ、いいかな。後ろにしようか。しようか。
てください。いやーなんて可愛いの、もうかわいい、え、ほんまに可愛い、どうしよう、ほんまに可愛い、かわいいね。あは。ちょ、ほんまにかわいい。ほんまにかわいい。ちょ、直接見てほしかったです、今の。え、何入ってるの？メイクポーチ？メイクポーチだよ。でっか。全部持ってきた適当に。あおもろ。メイクポーチでした。頭に乗ってたのは。何時ぐらいまでするショールーム、うん、決まってない。今何時？16時52分。16時52分ってことは5時までします。ほう、じゃあ5時から変わろう。 OK 5時からリサも配信するみたいなので、ぜひオンで。リサヒが揃いました。うん、え、珍しくない？うん、なんか、うん、人変わるの。え、別に変わらんか。え、かわいい。ゆなさんに好評でした。そうなの？巻き下ろししてます、みひなが。珍しない？いつもくくってるのしか見やん。でも髪の毛下ろしてほんまに人変わるの松作じゃない？うん、作さんめっちゃ変わる。めっちゃ変わるよな。ほんまに変わる。マライオンみたいになってた。いや、ほんまにめちゃめちゃ変わりますよ。いや、だってサクパンずっと作ってるもん。うん、下ろしてリハ来たことないぐらい作ってる。ないよな。まーたアロエ。え、でも久々じゃない？え、思った。久々でも飲むよな。そらなんか。うん、うん。まっさくおろすと変わる。ま、ね、MC でも言ってたね。ほんまに変わります。見てほしい。ほんまに変わる。みひながアロエのジュースを飲んでました。え、あ、あの昇格したら、うん、したい髪型ポニーテールとか言ってたんですけど、ポニーテールのもう今のこの髪型をして公演に出ます。決まりました。みんなハーフツインがしたいです。ハーフツインってどんな？巻きハーフツインです。あ、あ、似合いそう。あと低めの巻きツインもそう。ツイン好きやな。うん、そこかしたら一番最初お団子にすると決めて、あやさんが決めてました。そうなの？そう、で、あやさんのツインテールですよ。一番最初はお団子です。あんな感じで、あやさんとあのタッカーもう宣言するんだね。でも気分で変わるかもしれないです。ほんまにその気分、その日の気分です。でもいつかはデコ出しで公園出たいなとは思ってます。もう前髪気にするのが嫌なんです。嫌ではないけど、なんかたまに、なんか前髪がここにあると熱がこもるんです。でそれで前公演中にめっちゃ顔赤くなってたことがあって、自覚なかったんですけど。いいなぁ、イケメンのデコ出しが好き。ほんまに？うん、えー、
やったー、嬉しい。うん、え、雪菜下ろして公園でやんかも。普通に分からへん、ついてるやろ、みんなぐらいの高いって。え、日に日に高くなっていってるからそれな日に日にここの量が多くなってサイドフリーになるんだ、そしたらどん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 増えるんだ。じゃ、でもあやぴょんの前ではあやぴょんにめっちゃ収穫したらお団子一緒にしようなって言われてるんですけど、いや、だっていろんな人に言ってる、うん、言ってる、全員に言ってると思う、多分いろんな人に言ってる、先にみさきちゃんにも言ってたしようって言われてるんですけど、言われてて本人の前ではいやって言ってるんですけどいろんな人に言ってるから。でもお団子めっちゃ好きなんですよ。でも聞いてください、お団子したら毛量が多すぎてなんかすっごいことになるんですよ。めちゃめちゃでかくなるんですよお団子が。もうだから、え、もうそこなんですよね問題が。ほんまにお団子って楽そうなんですよね。ポニーテール、ポニーテールは回ったら髪の毛に、髪の毛が顔に当たるんですよ、うん、痛ない、めっちゃめっちゃ痛い、首に巻きついてくるそれな太陽とか、ほんまほんまに髪の毛切ったらショーツ似合いそうやねんけど、うわっ。雪乃はもう一回小学校6年生の時にショーツじゃないよ、ボブにしたんですよ。見たことあるで写真。え、なんで見せてきたの。嘘やん。うん、あるっけ。なんか加入したてのなんか初期レッスンみたいな、ストレッスンみたいな、え、その時にヒカルと3人で話してて、そうやっけ、うん、覚えてないわもう、はい、はい、一回ボブにしたんです。ボブにしてほんまに似合わんなってその時めっちゃ思ったんです。なんで、いきなりもうロングで生きていくしかないと思いました。みんなも短い時の写真ある？え、見たい。5番目に1回乗っけてるの。そうなん？ショート派が多かったよ。お団子は、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 お団子は首に負担かかるかもね。え、ショートでもないし、ボブでもないんだけど、そんな短くもないんだけど。え、あのさ、はい、ナイキ雑誌に載ってたやつと一緒じゃない髪型。うん、いいです。そんな見たことあるわ、それやったら。うん、なんか、え、キノコ、あ、え、かわいい、ユキノ、ボスです。はい、あら、そうゴビー、ゴビーやって何言ってんの、さっきからもう嫌や5時ですって。一回あの、はい、雪乃もボブ目には送ったことあります、ボブの写真。ランキングを読みます。え、ここ座らんの。いいよ。13位ひなここなさん、ありがとうございます。12位ぽたもたんさん、ありがとうございます。11位田中幸男さん、ありがとうございます。10位はしさん、ありがとうございます。9位しんのすけさん、ありがとうございます8位、もう漢字弱いねって。8位ジョエルさん、ありがとうございます。7位萌えさん、ありがとうございます。6位たっちゃんさん、ありがとうございます。5位こばりさん、ありがとうございます。4位たむた、え、4位たむたむさん、ありがとうございます。3位コロワンさん、ありがとうございます。2位プニちゃんのプニってしとるところさん、ありがとうございます。そして1位ダンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。こんなに、え、1時間近くしたかな、うん、うん、ゆのこの絵長くしたの初めてかも。え、ほんの、うん、逆よ、やるとしたら1時間もらって、3時間してたもんないし
あ確かに。ありがとうございました。ではまたね、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 また時間があるときに1時間ぐらいしたいな。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。